ではこちらの文献について間が発表させていただきます。まず概要です。文法誤り検出において、文法誤りと正誤情報をの2つを考慮した3つの単語分散表現の学習手法を提案し、英語学習者作文の文法誤り検出のタスクにおいて、提案手法で初期化した BIL スティームを用いて、世界最高精度を達成しました。はじめに、文法誤り検出は拒否者理学習によって解決することができる系列ラベリングのタスクとすることができます。で、英語の文法誤り検出の研究では BILSTM が最高の精度で、今までの文法誤り検出の単語分散表現の学習では言語者特有の文法の誤りを考慮していないということが問題だったので、そこで文法誤りと正誤情報を考慮して手法を提案しています。まず今までの手法について示します。 C&W コロバート&ワトソンかなの手法で、入力単語列 S の中のある単語一つに対して、語彙全体からランダムに選択した単語と入れ替えて、フレを作成します。その入力単語列 S と、フレ S' っていうものを区別するように学習させる手法です。入力ベクトル X を一番上のこちらの式に入れて、出てきた、隠れそうのベクトルを2番目の式に入れると出力が出てくるので、これを用いて、このロスのコンテキストっていうところの S と S' が入ってるんですけど、正しい単語列 S と、ノイズを含む単語列 S' の差が、少なくとも1になるように最適化しています。次に提案手法の一つ目について説明します。EWE って言って、エラースペシフィックワードエンベディングっていうんですけど、C&W さっき示したものとほとんど一緒のモデルなんですけど、ターゲットとする単語を、学習者が誤りやすい単語っていうものと入れ替えるところが大きな違いです。学習者の誤りパターンを用いて分散表現を学習しています。例えばこの例文で I think I can win this prize、プライスが間違っている文でプライズが正しい文なんですけど、これを用いて1対1の誤りパターンを用いて、このようなモデルで学習しています。2つ目です。2つ目は、GWE と言いまして、グラマティカリースペシフィックワードエンベディングで、単語列の、正誤ラベルを予測して、ラベルはターゲットになる単語についてて、フレは C&W の先ほど示しました従来の手法と同じようにランダムに作成されています。この F グラマーっていうのが、単語列 S の単語ラベルの予測値で、ここで正しいか正しくないかっていうのを示していて、でこれをソフトマックスに入れて、Y っていう確率予測の確率を示します。でそこで、ロスプレディクトで予測したところの誤差を出して、で最終的に、先ほど、C&W のところで示した、コンテキストの誤差と足し合わせて、総合の誤差を出します。ここで Uα っていうのが、ハイパーパラメータで事前に用いる値です。で3つ目の提案手法は、E&GWE で、先ほど今まで示した2つの提案手法の組み合わせで、フレを、EWE のように誤りのパターンから
作成して、どっちや W のようにスコアと正誤の予測を行っています。実験です。提案手法と既存の手法、提案手法が EWGWE と ER の GWE、 先ほど示した3つの手法 で既存の手法ワードツーベックと CR の W というものを比較しています。学習データとテストデータはこのようになっていて、表1の上の2つを用いています。2つ目の実験としては、大規模なコーパスであるRank8を、どのように用いるかっていう実験で、左側が、Rank8そのまま学習データとして用いるパターンで、右側が、誤りパターンのみを抽出して、提案手法にそのまま学習させるパターンになっています。次に、評価尺度です。評価尺度は主に3つで、精度と再現率と F の値で、精度は、誤りと予測したうちの実際に誤りであるものの割合で、再現率は、実際に誤りであるもののうちに誤りであると予測されたものの割合で、 F の値、今回は、どちらかというとプレディションなんで、精度の方に、重みが割り当てています。誤り検出においてはこう正確なフィードバックの方が大事とされているからです。次に結果です。上半分、ここの線までが、FC 用いたもので、下半分が、NUCLE を用いた手法で、見てもらうと分かると思うんですけど、一番ここから下がずっと提案手法になってるんですけど、どれも一貫して精度が向上していることが分かります。このことから、誤りのパターンと正誤の情報を考慮することが、分布誤り検出定数において、有効であるということが、考えられます。また、EWE と、GWE より、E&GWE の方が、スコアが高いということから、この2つを組み合わせると有効ではないかということが示されています。また2つ目の実験の結果です。これが、2つ目の実験の結果なんですけど、一番それぞれの枠における一番上のところが、Rank8をそのまま直接学習したパターンで、それ以外の2つが、誤りパターンのみを抽出して学習させたパターンです。これを見てもらうと、そのまま用いるより、誤りのパターンを抽出した方が、スコアが高くなっているように見えるので、そのまま使うより抽出する方がいいのではないかと述べられています。次に、考察です。今回示した、EWE、GWE と ER の GWE、またのRank8を、の誤りパターンを抽出する方法などの、手法の違いについて考察していました。これがその表、いろいろな項目、動詞置換誤りだとか限定し欠損の誤りっていうふうにいろいろあるんですけど、今回提案した手法、B から下ですかね、 B から下が全部、限定し欠損誤りっていう2番目のところが、既存の手法より、低いことが分かります。こうなった理由として、これ今回提案した手法を、学習するにあたって、もともと存在している誤りパターン1対1で学習しているので、単語が欠落しているっていう場合は、
なんかそういう場合の誤りパターンが含まれていないため、まあ、今回このように欠如しているパターンの誤り検出のスコアが低くなったのではないかと述べられていました。最後にまとめです。正誤情報と文法の誤りパターンを考慮した分散表現の学習手法を提案し、初期化した BILSTM モデルを用いて、FCE のパブリックデータセットにおいて、まあ、世界最高の精度を達成しました。また、LangGrid Corpus から、そのまま使うんではなく誤りパターンのみを抽出することで、まあ、より良い結果が得られました。以上で終わります。